はい、皆さんこんにちは、倉田奈々です。今回は、まあ、みんなにカバンの中身を紹介しようかなと思ってます。奈々が使ってるバッグはこれです。カバンがちっちゃくなりました。奈々はずっとでっかいでっかいあのマージーの大きい黒いバッグを持ってたと思うんだけど、そろそろちょっとちっちゃくしないとやばいなと自分で思ってちょっとちっちゃいバッグを買いました。本当にめちゃめちゃ最近で買いました。これはエブリスさんのところで買ったやつで、2つ入れるところがあるからめちゃめちゃ入れやすくて、物もいっぱい入るし、だから物をいっぱい持つ人はこのバッグめっちゃいいなって思うので買ってみてください。色も結構あったから。ってな感じで中身見せていきます。まずティッシュ、お財布、お財布は前と変わってないです。でもこのお財布は1年前にお父さんに誕生日プレゼントで買ってもらったものでずっと愛用してます。で、奥行くね、奥のミンティアミンティア、これなんかいろんな種類あると思うんだけど、ノアはこれだけ食べます。大きいの1個が、粒が大きくて結構ね、持つからこれ絶対買ってます。あと、持ち銃、あとイヤホン。ノアは割と地元と東京で行き来することがあるから移動中のイヤホン、これは欠かせないです。本当にマジで置いてきたらセブンで買い直すぐらい絶対持ってないといられなくて、だから家にこれも多分同じイヤホンが5個ぐらいあります。暑いから日焼け止めです、アネッサ。リップが3つ入ってます。これは普通に薬用、普通に薬局で売ってるところで、口紅マック、これはジバンシーさんのリップなんだけど、これは9月にノアが誕生日なんだけど、9月誕生日でこの前、本当にちょっと前だけど、ケイと遊んで、その時にあ、なんかあったら、はい、プレゼントみたいな感じでこれをくれたの。そう、これをもらって多分タンブレかなってのは思ってます色もね、茶色なの、見て可愛いでしょこれ、めちゃめちゃ可愛くて、でもなんかなんだろう、重ね塗りしてちょっと自分のつけてる口紅を暗くするみたいな感じで愛用してます。この3つ、100均の鏡、鏡は大事、化粧直しに使うから。なんか体調崩す時がたまにあるから、この中に胃薬だったりとかそういうのが入ってます、もろもろに。こっちのカバンはこれだけかな。で、ノアはこれだけじゃちょっと荷物が全部入らないので、これプラス紙袋に入れてます。こっちに大きい荷物入れてて、まあこれも100均の鏡、まあ、鏡大きくないと本当にダメで、だからこれ持ち歩いてるけど、これの鏡使うことはないですね。こっちの鏡ばっか使ってます。エクステつけてるから。ブラシ、これはマジで本当に外1回1回出たら絶対溶かさないとエクステって絡むから、これは絶対持ってます。本当これなんだよね、多分これのせいなんだけど荷物って。化粧ポーチです。これは夏は本当に化粧崩れが激しすぎて、もうなんかこれも持ってこれも持ってみたいな感じでやってると結局全部必要だから持ってます。これはね、大きさもちょうどいいからそれでずっと愛用してます。でもそろそろ変えたいなみたいな思ってるけど、ちょうどいい大きさがなくてちょっとこれかなみたいな感じです。しかも全然もうね、3年間ぐらい使ってんのに全然ボロボロにならないし、持ちが良すぎてマジこれ多分ずっと愛用してます。お茶、お茶は常に持ち歩いてます。お茶か水どっちか。こっちにもティッシュが入ってます。普通のコンセント式の充電器かな。まあ入ってるものはこれが全部なんだけど、結局紙袋も使って持ち歩かないとノアは荷物が多くてダメってことなんで、なんか前まではマージのあの大きい黒いバッグを使ってたんだけど、1個にまとめてると重いからかけるバッグプラスちょっとおしゃれに見える紙袋みたいな感じで使ってるかな。最近友達と遊ぶときはこっちだけのバッグで遊べるようになったの、やっとそろそろ。だからそのうち多分紙袋もなくなるんじゃないかなみたいな
感じです。多分荷物、女の子は荷物多くなっちゃうから仕方ないけど、だからなんだろう、今時の JK はマジでノアの化粧品、化粧ポーチぐらいの大きさのバッグを使ってる人がいっぱいいるから、マジで荷物持たないでいられるんだなみたいな、尊敬するマジでって感じかな。ってな感じで、別に面白みもないけど、面白いものが入ってるとかじゃないけど、紹介してみましたわ、カバンの中身を。はい、てなわけで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。じゃあねー。